私をここまで追い詰めるほどの成長をするとはな。自分の目に狂いがなくて嬉しいよ、早川。だが、私とてまだ死ぬわけにはいかない。私が倒れたら、誰がこの国を守るというのか。これが最後の手段だ。すまん。お前だけは戦いに巻き込みたくはなかったんだがな。メノ。いいよ、有村のためだもん。私がわかるか、メノ。お前の可愛い声が聞けて嬉しいよ。うん、私もお話できて嬉しい。あれ、有村、具合悪いの？この怪我か。何でもないよ。メノーは優しいな。メノー、私のために起きてくれるか。未来を勝ち取るための戦なんだ。うん、私、有村のお手伝いする。すまない。なんで謝るの？有村のためだったら何でもするのに。なぜ謝るのか、か。それはな、結局お前を普通にしてやれなかったからだ。どこにでもいる娘として笑っていてほしかった。だったら謝らなくていいよ。有村は選ばせてくれた。私が有村と一生を選んで幸せだった。自分がそうしたかったんだよ。ありがとう。その言葉を聞けただけで、私の人生は、私こそありがとう。あなたは私に光を見せてくれた。死なないことだけが義務だった私の人生に意味をくれた。一緒に笑っていてくれた。もう十分。私は満足。だから私は有村のもの。あとは戦う。あなたのために戦う。じゃあそろそろ行こうか、メノ。隊長、何かいる。こちらに向かってきます。これが動く、戦う気なの。了解しました。
開始します。指示を頼む。行くぞ。ご命令を。行動を開始します。指示をお願い。了解。指示をお願い。行きますわよ。さあどうする。了解だ。お願いします。了解しました。どうする。了解。指示をお願いしますわ。了解ですわ。指示をお願いし、了解しました。
了解だ。準備完了。行動開始。私ですわ。行きますわよ。どうする？了解。さあ、どうする？了解だ。どうしますか？了解しました。指示を頼む。指示を。攻撃を開始。攻撃を開始します。どうしますか。行動を開始します。こちら攻撃。攻撃を開始します。攻撃を開始します。指示をお願いします。行きますわよ。私が行動開始よ。どうしますか。攻撃を開始します。攻撃開始。指示を。ご命令を。
します。了解しました。指示を行動開始。指示をお願いします。行動開始します。どうしますか。
指示を頼む。了解だ。どうしますか。こちら指示、攻撃を開始します。どうしますか。行動開始します。行動開始。
決着をつけます。指示をお願いします。行動開始します。どうしますか？了解。指示をお願いします。行動開始します。さあどうする？了解だ。行動開始します。指示をお願い。行動開始よ。どうしますか？行動を開始します。負けない。守る。こちらのよ。攻撃を開始します。了解。ご命令を。とても幸せ。
お前の勝ちだ。早川、これも運命というやつか。そのような言葉を受け入れるとでも思うか。全てを利用し、メノウさえ利用した私が。なかったとなぜ言える。お前はその責任を取っているのか。背負うしかないのではないのか。違いはたった一つ。お前はこの後の世界に争いを起こさないために戦う。私は争いのために戦った。違いはそれだけ。だがな、お前の前ではしないよ。結果として戦争は続くことになるだろうが、講談の中に出てくるような波乱万丈の人生ではないか。なかなか楽しかったが、幕を引くには頃合いだ。早川、瑞穂公国の古い体質はすでに私が破壊した。あとはお前が何とかしろ。私はずっとメノウと過ごすと決めている。邪魔をしないでほしいな。最後にお前と会えて嬉しかったよ。さよならだ、早川。少佐。本気でこの国を憂いていた方、その手段が間違っていたとしても、いいえ、今となっては間違っていたのかすらわからない。
だいぶ先の未来にしか答えはない。私は素直に隊長についてが、何しろ婿候補だし。む、婿？早川、私もあなたについていってあげる。あなたの盾になれるのは私しかいないのだからな。染まり空でもなお勇ましく